久保さん。やっぱ、隠居会は、隠居会の道を進んでる人やっぱ、大谷翔平も今更知るっていうね。ヒカキン、え名前は知ってるけど、一度も見たことありませんみたいなね。すごいっすね。<laughs> 僕はね、あの、ヒカキンさんの動画を見るというよりかは、ヒカキンさんの動画を見ている視聴者を見ているっていうね。よくわかんないと思うんですけど。<laughs> ね、一般の方は、あんま久保さんわかるかもしれないですけどね。 要は僕はあの売れているには売売れれてていいるるるに理由があると思うんですね要はなぜ視聴あのひかはじめしゃち社長とか,あなんですかヒカキンさんはこう多く見られるようになったのかその理由はどこにあるのかどこに視聴者は反応しているのかターゲットは誰なのかターゲットに対してどういう訴求でこうやってるのかっていう見方で見たりしてましたね。 うん、だからその動画が面白いとか面白くないとかそうじゃなくて何に反応してるのかみたいな話ですね、まあ、そこはねビジネスをやるんだったら、うん、理由を見つける理由ですね違いをもたらす違いじゃないですけど理由を見つける理由みたいな、うん、久保さんがじゃあネットビジネスを始めた理由もまあ確実にあるでしょうねマージャン店がめちゃめちゃ儲かってて毎月1億円ぐらい売り上げ上がっててネットビジネスには参入しないでしょうね、うん、このままじゃまずい っていう理由があった、だと僕は推測してますし、そうだと思うし、もう売上順調でね、あの、うはふわでね、もう、麻雀店で億万長者みたいになってるんだったら、<laughs> 多分ネットビジネス、そもそも興味なかったと思いますしね、麻雀界のドンみたいなね。 日本一の麻雀店ですみたいな。売り上げ毎月1億上げてます。年間10億以上、この小さな麻雀店から上げられるんですって言うて、広島テレビとかもね、多分来るでしょうね。<laughs> あの、なんですかあの。で、久保さんがテレビに出てて、いや、麻雀会を僕は買えますみたいなね。<laughs> 麻雀会のレジェンド、久保哲郎 <laughs> みたいな。<laughs> まあ、ネットビジネスに入んないでしょうね、多分ね。うーん。そう。 まあ理由を探すっていうのは非常に僕は大事だと思いますね。うん。なぜイチロー選手はずっと活躍できたのかとか、なぜ大谷翔平は活躍できたのかと、ね、他の人との違いは何があったのかっていうね。うん。まあそういうのはね、あのー、見ていくといいと思いますね。うん。いってらっしゃい。